こんにちは、花市都屋の中田です。本日はお太鼓柄の名古屋日の前結びをやりたいと思います。よろしくお願いいたします。右手で手先を持って、左手添えて手をスッと伸ばします。この肩の付け根ぐらいのところをまずこの右のクリップで止めます。で、左も止めて、これで裾線をきれいに一緒に合わせます。そしたら、右にあったクリップを真ん中に付け替えたら、手先を右の肩に預けます。ここ三角に持ってみて、一周していくんですけども、左手は空気に抜いて、右はこの脇でキュッと締める。そしたらまた巻いていくんですけれども、またクリップ止めて、もう一周していきます。左手は空気を抜いたら、右はこの脇でキュッと締めます。そして、真ん中まで来たら、上にあったクリップを下に付け替えて、この肩に乗せて手先を左に持ってきます。で、この垂れ先を右の肩に乗せたら、こう三角になるように確認して、で、この後ろに持っていきたい手先なんですけど、ちょっと内側に折り込んで、ちょっときれいに折り込みながら、で、左手で受け取ったら、右手が空くので、左のクリップを止めていきます。で、垂れ先を下ろして、枕。これですね、お太鼓柄なので、だいたいいいと思うので、柄を。止めたら、はい、右手チョップして帯板の上に乗せる。で、帯揚げと枕の紐を後ろで、リボン結びでも肩結びでも結構です。で、今度黄色いテープを左の胸のところに留めておいたら、で、お太鼓2回持ったら、上の黄色いテープに預けたら、で、蓋になっているところに広げて足を折る。で、上に上げて、で、右手で押さえて、さっき後ろに持っていた手先をこう下の線に合わせて引っ張って下ろします。そしてちょっとこの辺で出てくるので、これをちょっときれいに斜めの線を作ったら、で、蓋を下ろして、右手で押さえてクリップを取って、で、恐れになります。そしたら黄色いテープを外して、枕の上に乗ったら、タレを下ろしたら、この、ね、帯の下線まで合わせたら、で、真ん中までスライドして、左手添えて、形を整えたら、はい、後ろに行って、この止めるんですけども、次クリップは外さなきゃいけないので、クリップの下に置いておきます。はい、そしたらまた次の工程はこのクリップを外すので、外したらお袖に留めて
後ろに持っていた手先を前に持っていく。そしたらこの黄色いテープのところに手を入れたら、左手で受け取りに行って、もうちょっと2センチぐらい出します。右に柄が来るように、こうなったらこの手先の真ん中に帯締めを入れていきます。そしたら真ん中までいったら、内側を左手で引き抜いて、ここ人差し指の中にで、親指をこの中、この中に押さえて、一回キュッと上に上げて、そしたら帯締めを後ろで結んだら、交差してこの脇の帯締めを合わせて、そしたら次はもう太鼓が回る一歩前なので、黄色いテープを外して。そしたら、はい、回ります。両手を左に置いて、一回回しに行って、お太鼓真ん中にあるかなって確認したら、帯揚げと枕の紐を前に置いて、ほどいたら枕の紐だけ引き抜きます。親指に出て、キュッと背中にぴったりくっつけます。そしたら横帯のところに向かいから抜いて、これはリボン結びでもカロスリボンどちらでも良いです。これぐらい余裕があって、このポケットを下に出ていきます。そしたら、この下からも引き抜けるんです。引き抜ける。そしたら、この、ここにクッションがあるので、そのクッションの下に入ります。そしたら、また、後ろ手をやったら、そのまま帯締めをスッと前に。で、簡単に長さも確認して、シワをここに内側に開いて、で右側に上で、右側の方で結んで、ここギュッと締めたら、右が下、左が上、左の右になった方で結んでいって、で左から脇まで行ったら、その付け根を倒して預ける。脇まで行ったら、その付け根を倒して預ける。はい、帯揚げですね。ねじれてないか確認したら、半分に折って輪が上にしたら、右手で持って左手でくるくるして、で下からちょっとくるんだら、上からこの脇まできれいに、このクッションの下に入れていきます。はい、ねじれてないか確認したら、半分に折って、今から
入りで空気をしたら、下からもちょっと上から、はい、さっき入れた左の帯揚げの下に入れたら、ちょっとだけ入れたら、そうすると前から綺麗な山なんで、整う。さあ、完成です。皆様ご覧いただきましてありがとうございます。本日はお太鼓柄の名古屋帯を実演させていただきました。ぜひ皆さんも動画を見て練習してみてください。練習すれば、ね、必ずうまくできるようになりますので、また次回お会いできます日を楽しみにしております。じゃあねー。